モンゴルの大自然を具現化したかのような、身長192センチ、体重200キロを超える大型力士。首都ウランバートルから400キロ離れた遊牧民の家庭に生まれた生粋のモンゴル人イチノジョウ。子供の頃からモンゴル相撲で優勝するなど出っ節には自信があり、相撲の名門鳥取城北高校相撲部の石浦監督に見出され、何の因果か来日。イチノジョウの第一印象は目立たない優しそうな子だったと石浦監督は言います。それだけ聞くとひ弱な印象を受けてしまいますが、一つ目を見張る特徴があったそうです。それは異様なまでの太ももの太さでした。遊牧民の子として育った一ノ城は、当たり前だった乗馬でバランス感覚が鍛えられ、大草原を走り回っていたことで自然と強靭な足腰が鍛えられていたのでしょう。大の相撲好きとして有名な漫画家のヤク・ミツル氏も、勝率9割6分を超える大相撲史上最強と言われた雷電を思わせる迫力があると語っていました。実際に土俵に上がった一ノ城を見て、将来を期待した相撲ファンはヤク・ミツル氏だけではないはずです。ですが2023年、一ノ城の相撲人生は終わりを告げます。突然の引退発表で多くの相撲ファンを驚かせますが、引退後の状況はかなり良くないようで、厳しいものとなっているようです。高校で5つのタイトルを獲得した無双の強さで、実業団横綱まで獲得した天才一ノ城。話題の伯桜鵬と同じく幕下15枚目格付け出しとして、2014年1月場所で初土俵を踏み、6勝1敗の好成績。さらに3月場所も6勝1敗。番付編成会議で新十両昇進が決定。所要2場所の超スピード出世でした。新十両として迎えた5月場所はなんと11勝4敗で優勝決定トーナメントへ進出。そのまま新十両で優勝。次の7月場所2場所連続の十両優勝は逃しましたが、千秋楽まで優勝に絡み、文句なしの13勝2敗の好成績で終えます。さらにさらに9月場所には所要4場所という超スピードで新入幕を果たしました。初土俵からわずか4場所での新入幕、一ノ城はこの9月場所で度肝を抜く活躍を見せます。初日から6連勝の一ノ城、その後も大関や横綱を倒し白星を重ね、新入幕で2人の大関と横綱に土をつけるという史上初の快挙を成し遂げ、横綱白鵬と優勝争いのトップに。まさに白鵬鵬と同じ100年ぶりとなる新入幕優勝に期待がかかりますが、惜しくも白鵬との直接対決に敗れ優勝を逃しました。この場所での活躍が認められ、殊勲賞と敢闘賞をダブル受賞。まさにここまでは怪物白鵬鵬とほとんど同じキャリアですね。その後一ノ城は関脇に昇進、所要5場所での三役昇進は昭和以降1位のスピード出世でした。この時はとんでもない怪物が出てきたとマスコミは大きく注目し、世間は騒ぎました。しかしもともとおとなしい性格の一ノ城、大きな期待が大ストレスとなり調子を崩してしまいます。追い打ちをかけるように怪我が続き、上位陣の力に阻まれ思うように勝ち星を挙げれず停滞。横綱間違いなしだと期待された一ノ城、この停滞している間にも持病の腰痛に悩まされながら、これが元で相撲ができなくなるのではという不安と隣り合わせの相撲生活だったようです。おとなしい性格でもモンゴルの遊牧民の血がそうさせたのか、いつかは優勝したい、やればできるという思いを諦めなかった一ノ城は、2022年7月場所、横綱照ノ富士、大関貴景勝との激しい優勝争いを見事に制し、夢にまで見た幕内優勝を勝ち取ります。髪の毛が出世の超スピードに追いつかず、ザンバラ頭で白鵬と優勝争いをしたモンゴルの怪物。2014年から実に8年が経過していました。師匠の湊親方は、一ノ城が新入幕での優勝争いに敗れた時、勝負の神様がまだダメだぞと許さなかったと言い、その後どん底を見ていろいろな人に支えてもらって、
強くなれたと、紆余曲折の末の成長が初優勝へつながったと語っています。念願の優勝を成し遂げた逸ノ城に関係者もファンも大関昇進の期待を抱いていましたが、逸ノ城は突如として引退を表明。なぜだ、なぜなんだ逸ノ城。逸ノ城引退のお知らせは突然届きました。2022年5月、あれほどまでに悲願だった幕内初優勝、そこから1年も経たずに引退発表となりました。両国国技館で開かれた引退会見。引退の理由としては、腰の状態が悪く、歩くのも横になるのも痛い状態だったと明かしましたが、この引退会見、明らかに違和感がありました。年寄り名跡を取得していない逸ノ城は親方にはなれません。日本国籍を取得しているとはいえ、周囲の関心と心配は引退後どうするのかというところになりましたが、今のところまだ考えていませんと答えた逸ノ城。さらに断髪式も何もかも未定、引退を決めたのは発表のわずか2日前だったという衝撃の連続コンボ。加えて一番違和感を漂わせたのは、逸ノ城と湊親方の雰囲気ではなかったでしょうか。2人は会見の間、表情を変えずにそれぞれ逆方向の扉から会場を後にしたのです。親子ともいえる相撲部屋の師弟関係、日本国籍取得の際、日本名誉湊親方の名字から三浦俊とした逸ノ城、たったの2年で何があったのか。まさかこの師弟関係の問題が突然の引退にもつながっているのでしょうか。今回引退の理由は腰痛による引退という表向きの理由以外に、実はいくつかの噂があります。一つは逸ノ城の酒癖問題です。多くの人に穏やかな性格だと言われる逸ノ城、酒が入ると別人のように気が荒くなるらしいのです。モンゴルの遊牧民として大草原で育った気の優しい逸ノ城にとって、遠く離れた日本でしかも厳しい勝負の世界で生きるのは、知らずのうちに大きなストレスになっていたのかもしれません。しかもデビュー時の快進撃の時、マスコミの注目を集めすぎたストレスから帯状疱疹を発症してしまったことのある逸ノ城、見た目からは想像できないくらい精神的には痩せてしまっていたのかもしれません。何度も親方や周囲の人間は酒を控えるようにと忠告したようですが、酒をやめることができず、よくトラブルを起こしていたといいます。そう、お上にまで。他にも親方株取得に関するトラブルも噂されています。逸ノ城からお金を預かり、湊親方は逸ノ城の親方株取得に動いていたと言われます。しかし親方株取得には複雑な慣習がついて回ります。日本人であっても理解が難しい各界の慣習、各界独特の親方株売買の決まり事を、モンゴル出身の逸ノ城が理解できなかったとしても不思議ではありません。こういったすれ違いに相撲の成績不振が重なり、親方に対しての不信感が増長されていったのでしょうか。ついには親方との話し合いも拒絶、親方が何を言っても弁護士を通してくださいという状況だったというのです。結局親方株取得を諦め相撲界を去ることに。こんなにガタガタの人間関係の中で行われたのがあの引退会見だったのです。あの引退会見の後、逸ノ城はどうなってしまったのでしょう。悲惨なその後、逸ノ城は親方株取得を諦め、引退後の身の振り方も不明確なまま、そそくさと相撲界から去ってしまいました。競技者にとって引退は避けられません。選手が引退後の苦労をする話は多くありますが、相撲界には心強いセカンドキャリアとして親方になるというものがありますから、逸ノ城が2021年に日本国籍を取得した裏にはこの親方株取得が念頭にあったのでしょう。しかしそれもなくなってしまった。ここで一番気になるのは、逸ノ城の第二の人生がどのようなものになるかでしょう。電撃引退会見の席で断髪式についても決まっていないと語っていた逸ノ城、最近になり気になる噂が流れています。逸ノ城が一人で日本全国のお世話になった谷町へ挨拶回りをしているというのです。支
7月場所を前に逸ノ城が訪れたのは、逸ノ城を長きにわたり応援してきた日本サッカー協会の元副会長の鎌本邦重氏です。鎌本氏は、逸君がけじめをつけるために挨拶に来たのは立派だと思うと語る一方、一人で谷町の元を回る現状に苦言を呈しています。鎌本の元には事前に師匠である港親方からも連絡があり、断髪式をさせてやりたいとの話をされたそうです。もちろん逸ノ城が断髪式を行うなら応援する気持ちがあると前置きした上で、鎌本は、そういう場合は師匠も一緒に来るべきなんだろうけどねと語っています。断髪式といえば力士にとって最大最後の集金イベントといえるもので、三役まで務めた逸ノ城の断髪式は師弟で協力するのが当たり前、それなしでは成功しません。それなのに一人で谷町へ挨拶回りをしている現状、これではうまくいかないと鎌本は心配しているのです。どのような青写真のもと逸ノ城が動いているか分かりませんが、第二の人生のスタートに軍資金は多い方がいいでしょう。セカンドキャリアのためにも逸ノ城の断髪式が実現することを願っていますが、そのためには師匠と弟子が和解し協力していくことが必要不可欠です。逸ノ城自身が未だ将来が定まらない不安定な現状なのかもしれませんが、新たな目標を見つけモンゴルの怪物らしく充実した第二の人生を歩んでほしいものです。最後までご視聴いただきありがとうございました。今後も動画を出していきます。いいねやチャンネル登録、コメントをしていただけると嬉しいです。何卒よろしくお願いいたします。